はい、どうも皆さんこんにちは、ガルガルです。今日はね、はぐれデカ純情。はい、皆さんこんにちは、ガルガルです。はい、では今回必殺仕事に、パート4やっていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。では行っていきましょう。この前ね、確かここ行ったんだよね。あれ、ここだっけ。で、違う、ここじゃない。はい、どこだっけな。確か門前町、門前、あ、違う、残余目標だ。はい、残余目標来ました。で、確か榎本ってやつに話して、こいつがなんか知ってるんだよね。みんなにも話してやったのだが、最近は先祖の声を聞いたとき、寺の段階になるものがあるが、しかし先祖の声なんて全部嘘でございます。みんな騙されておる。これで一回あの田中のところ行ったんだけど、何も進展がありませんでした。なのでちょっとどんどん片っ端からね、いろいろ探してみたいと思います。いないね。おう、父ちゃんね、今度旅に出てくれるんだよ、母ちゃんのところだよ。あ、そう。で、はい、今日は仕事で夜遅くなりました。知らないっす、すいません、知らないっす。で、ここ旦那悪いね、鈴木ちゃんまだ帰ってきませんよ。全く説法玉だからね。なんか聞いた。うん、いない。次はここ。いや、もう一回し。わしはバチ当たりの生き方してきたのかな。ほう。そして、この町も悪い人が多いわ。でもうちは平気よ。だって段階になってるもの。ほんと段階段階うるさいけど、なんなんだろうね。で、ご先祖様に夕べに叱られましたよ。これからしっかり先祖供養をしようと思います。頑張って。で、行こうかな。で、お。クーン。なんだ。クーン。おー。お。え？これはパイプだ。マジか。なんか手に入れちゃった。おお、すげえ。お、積んだ。サモン。大変だ、隣の榎本さんがこれ、え？なに？え？あ、人別れてたけど。え？どうしたんすか？え？桃村さん？いや、ちょろどりかかったのに過ぎない。だが、この死に方には妙なものがある。例の6と同じ方、またあの、あれか、あの忍者が。6とこの、殺しの、何の関係があるのか。まあ、多分これも三族一味の仕業には違いあるまい。おー。気づいたこと、だから明日こうしておるんだ。思っちゃったことある。この事件は田中に報告し、後で山の方へ来い。オッケー、オッケーっす。よし。これ進むぞ、これで。もうちょっとパイプ見せとこう。いや、もういいよ、いいよ、わかったよ。うん。わかった、わかった。うん。で、持ち物を見せる、パイプ。うん。おい。田中に渡す。私は思い当たることがある。お、これでいいんだね。よし。いや、ちょっと下を見ていこう。はい。ただの屍のようだ。よし。よし。それで、田中。はい。大変でございます。また殺しです。笠張浪人の榎本が、マドロックと同じ手口で殺されました。真村さんも。
一緒におられてその方向にやってまいりました。え、また殺し？全くなんていう世の中です。一言だな、お前。でも、マムラさんもおられたんですね。わかりました。早速、役人を向かわせます。ところであんた、何の聞きもせず、今までプラプラしてたんじゃないでしょうね。何か手がわれたんですか？お前、甘く見んなよ。甘く見んなよ、田中。これがあんだよ、こっちには。これはご近世の道具ではありませんか。これを火付けの犯人が持っているとすれば、大物です。早速、マムラ様に渡しておきます。たく、手柄を横取りしやがって。で、確か、こいつに話した後、山にこいつ行ったよね、マムラさん。じゃあ行こうか。すげえ。気づかねえよ、こんなん普通だったら。よし。関所。ここは関所です。おう、マサ。思うところあってな、あの役人をつけてきたんだが、まんまとやられたようだ。関所から入ったようなのだが、俺たちは後を追えないぜ。あの役人榎本の家を出ると、一目散にここに来て、まるで前から知ってるようだったぜ。だが、筆頭より手ほどの奴が一人で行動するなんてな。おかしいと思わねえか。ほー、なんか。なんもねえしな、こっち。よし、ちょっと探してみよう。え、で、あ、出ちゃうし。これさ、出ちゃったし。よし。行こうか。これさ、すごくない？これさ、なんか、敵でそうじゃない？これ。エンカウント、そうじゃない？これ。ドラクエっぽくない？おう、階段。ん？ふっふっふ、ここ。誰？突然、おう！うわ！ああ、マジか。え、マジで？ああ、このゲーム、正直こんな、あると思わなかった。うわあ、すっげえな。やってくれたわ。ちょっとまあ一回戦うね。うお、動いた。一巻目のダメージがなんたら。もう一度、お忍者を暗闇にかけると。うわ、なにこのポケモンのなんか空を飛ぶみたいな。え、なんもできねえじゃん、こっち。隠れるしかねえ。忍者隠れている。なにこの隠れんぼみたいな。で、攻撃。相手の隙ついた。一巻目のダメージ受けた。じゃ、あれだよね。上にあんのがさ、敵の HP だよね。食らってねえじゃん。ねえ。忍者知りくんの。ダメージ受けた。ん？お！あのゲージの単位がわからん。知りくん投げた。10巻。これ。攻撃。切りかかった。18。なんか、あれだね。何この、デッキレース隠れる凄すぎだろ。うわ、何この、45巻。やばいね。何この会心の一撃与えたみたいな。え？お、先制攻撃。お、貫いた。忍者死んだ。弱すぎだろ。え？忍者の顔。あれ？え？やべ。よし。お、
ただの屍のようだ。そして、パート2。どうした？野村さん、これは一体どうされたんです？名前どこだった？実は石像抜け探り回ってると、山賊の三人が目に入った。そっとつけていて、隠れ家を見つけ、聞く耳を立てておったのだが、置かれてしまい、気づかれてしまい、おせかかれてんだね。そしてこのありさまだ、仕方なかった。倒したんだ。金の勘だし、褒め事がしてどうした？おいおい、食いつけよ、もうちょい。これで終わりかな？確認できず。オッケー。本当に屍なんだ。おお。じゃあ、戻ろっか。え？なんだこいつ。こんな人いたっけ最初。いないよね。おーい。グロい。グロいよ。騙された。お前らか、火付け屋盗みをやったのは。違う違う。お俺たちは、本田村の一家四人を殺さず守るだけだ。火付けなんかやってねえ。なんだと。お前生きてんのかしかも。なんだと、それで殺しをやったのか。ああ、北の祠でだ。すまなかった。俺たちはただ、アヘンが吸いたいばかりに。てかさ、前々から思ったんだけどさ、このゲームさ、結構やばくない？あえて言わないけどさ、なんかいろいろ結構なんか、まあいいや。じゃあ殺しちまった。でも、みんなあいつの企みなんだ。グフ。誰だ？誰だ？お、ほんとだよ。ほんで、そいつの名前言う家、三択、グフ。ま、上、え？おい、しっかりしろ。おい。屍か。死んじまったよ。しかし、アヘンは間違いなく広がっている。これやたらことじゃねえ。しかし、なぜ真村様は、こんな弱な奴らを切り殺したりなどしたんだ。ちょっとおかしいぜ。お！無残なり。おー、なんか、何考えてるかわかんないなあれは。もうしまった。すっかり忘れておった。今日も腹が痛くてなると言い訳できんし。お、地蔵だ。おーおーおおめっちゃしている。中村さん、あんた今何のギアが持ってるんですか？真村さんの武器を着任式が全て終わりましたよ。社長出勤ってやつだね。真村様があなたのことを大変心配されておられまして、早くお詫びに行ってらっしゃい。死刑じゃねえか。真村さん、この度はおめでとうございます。今朝は私の不始末を誠に申し訳ございません。もう中村。わしは別に怒っておらんが。いや、怒ってんじゃん。この、話の感覚的に。しかしな、このままでそっちの隠れた腕の良さは埋もれてしまうな。なあ、中村。いや、大声を出して迫る。だがな、私は心配しておるのだな。はは、ありがたきお言葉。大変嬉しく存じます。圧力感じろよ、そろそろ。主人公。最近は若者の犯罪が多いが、中村、しっかり頼むぞ。はは、命にかけましても。いや、よく言うわ。大変です。港町で殺しです。不良の娘がって。不良の娘が男を刺し殺しました。だからさ、不良のあれおかしくねえか、基準。刺し殺して不良って、もうね。まあ、いいや、もう。田中なんですって。中村さんの事件です。早速だ、中村。その殺し解決してみせい。おぉ。いきなりかい。はは、かしこまりました。よーし。行くぞ。これどうせいいんだ。もう入れない系？港だ。港ね。オッケー。じゃあ。
まあ、今回さ、結構進んだよね。今回結構進んだと思うんだよ、俺の中では。もうなんか新しいのも増えてるし。ということなんで、パート4。必殺仕事人パート4を、これで、終わりたいと思います。では、次の、パート5。またよろしくお願いします。どうも、ガラガラでした。